んにちは。ジャーナリストアナードプレスの藤原です。よろしくお願いします。今日はバッグの中身を紹介させていただきたいと思います。いつもちょっと仕事用にファイルだったりパソコンを持ち帰ることも多いので、こういう大きめの肩掛けできるようなバッグと、あとそのちっちゃめの普段使いできるバッグといつも2個持ちで仕事の時は使っています。まずこちらのバッグなんですけれども、ジャーナルでも今取り扱いのあるノマディスというバッグになってまして、マロンという形のものなんですけど、名前通りちょっとこう栗みたいなデザインがすごく可愛くてお気に入りのバッグです。中身なんですけれども、まず携帯が社用の携帯と、あと使用携帯と2個持ちです。あと財布なんですけど、セリヌの財布を使っています。他のアースカラーで中がイエローになってて、すごい金運がいいということで即決しました。あと化粧ポーチがガサッとこのアウトドアのポーチの中に入れてます。ちょっと今はマスクをつけることが多いので、あまりリップする機会がないんですけど、すごくリップが好きでたくさん集めていて、結構リップ3が好きなんですけど、3の赤リップ、これもずっと使ってる赤リップです。だったりとか、ちょっと気分変えてちょっとオレンジっぽい感じのリップグロスをつけることもありますし、こちらのスックのオレンジっぽいんですけどちょっと大人な感じのカラー使うこともあります。ファンデーションはアディクション使ってます。アディクションのザファンデーション006、これなんか BB クリームにもなるし、すごいつけ心地も良くて日焼け止めにもなるので、すごく気に入ってて、こちらももうずっと使ってるファンデーションです。結構今そのマスクつけることが多くなったので、目元周りとかのメイクカラーのラインとか流行ってたりすると思うんですけど、今すごい気になってるブランドってアニベというブランドがあるんですけど、すごいカラーマスカラとかアイライナーが可愛くて、こういうベージュ系の色のマスカラだったりとか、あとこれも可愛いんですよ。ちょっとグリーン系の、これ冬とかすごい可愛かったです。で、上でもいいですし、ちょっと下まつげとかに塗っても可愛いので、すごいお気に入りです。あとウズの白のライナーだったりとか、このオレンジの、これもマスカラなんですよね。こういう感じのマスカラを下まつげとかにつけるのもすごく可愛いです。結構でもいつも割と厳選したものをポーチに入れて、ちょっと荷物減らして持ち歩いてます。今日ちょっと多めに持ってきてます。あとはいつも持ち歩いてるものだと、ヴィンテージのバンダナとか、あと名刺入れ、ずっと2年半ぐらい使ってるので結構くたびれてるんですけど、ニューヨークのブランドのオードというブランドの名刺入れをずっと使っています。これすごいバイカラーになってて可愛いんですよ。感じです。あとミンティアですね。はい、結構仕事の合間とかに食べてます。こんな感じです。サブバッグですね。すごい可愛いんですよ。ブルーがちょっとこうコードがついててギュッと絞って、巾着みたいな形にもなるバッグです。グリズリーというブランドのもので、すごいこのブルー以外にも結構いろんな色が、オレンジとかグリーンとかカラフルな色があります。これを最近は使ってます。で、中身なんですけど、いつも持ち歩いてるのはノート、黄色のノートをいつも使っていて、これ2月1日に新しくの表参道にレディースの複合店のお店がオープンするんですけど、その限定のステッカーになってて、絵描きの泉田リーさんがイラストを描いてくださったステッカーになります。お水、これ話題の風の時代に突入したので、カメラマンさんとかともずっとこの話題で、この本がいいよっていうのを聞いたので、ゆうじさんの風の時代に自分を最適化する方法という本を買っているんですけれども、まだあんまり読んでません。気になる方お貸ししますのでおっしゃってください。あとは
にちょっと細々系を入れていて、まあ、ボールペンだったりとかイヤホンとか、あとマスクコード、これどっちもあの知り合いからもらったものなんですけど、このビーズの方はあのナビゲーターの村上さんの手作りのビーズのマスクコードと、あとこれも知り合いにもらったもの、調整できるものも持ち歩いています。結構こういうチビバッグをいつも持ち歩いていて、会社内でもオフィスでパソコン業務する場所と、あとプレスルームが結構離れてるんですね、階が。なので会社内で移動することも多いので、いつもそのカバンの中にちっちゃいバッグを入れていて、携帯とかあとお水とかだけ入れて持ち歩いてるんですけど、これはエビスのたまにはっていうお店で買ったよいよいバッグっていうバッグで、ここにこう通して使うようなバッグになります。すごいお気に入りです。あ、これですね、すごい可愛いんですよ。大好きなヤンヤンというブランドのデザイナーさんからプレゼントでいただいた収集を手につけたりして楽しんでます。あのジャーナルでも毎シーズン取り扱ってて、別注も作らせていただいてるんですけど、あの香港出身のデザイナーさんがやってるブランドで、すごい可愛いんですよね。あのニットとかすごくおすすめです。あとメガネ、あとアイシンクで買ったセリーヌのメガネなんですけど、このクリアのフレームがすごい可愛いメガネでお気に入りです。はい、こんな感じです。はい、あと巾着にまとめてるんですけど、このハンドクリームとかイソップのフェイススプレーとか、香水は白のホワイトリリーの香りが好きなので、ちょっとこの辺りとかをいつも持ち歩いてます。はい、以上ですかね。こんな感じです。いかがでしたでしょうか。またもし気になるアイテムとかあれば、コメント欄でいただくか、あのインスタのアカウントもあの概要欄に貼っておきますので、そちらにあの DM だったりコメントいただいたら返信させていただきます。はい、あとチャンネル登録もよかったらぜひお願いします。